の学校行事で花笠踊りに出させていただいて、今日皆さんの前でご披露させていただくのが人生の2回目でした。皆さん温かい拍手ありがとうございました。山形の小学生は結構みんな踊れるんですよ。それぐらいもう伝統的なお祭りです。そして今年の花笠祭りはもう終わってしまったので、ぜひ皆さん来年は山形さん花笠を見に遊びに来てケロナー。ありがとうございます。今のあのケロナーっていうのは山形の方言で何々してくださいっていう意味なので、今のは遊びに来てくださいねっていう意味でした。はい、そして今日はもう一つお土産を準備しているんです。ちょっと準備してくるので、皆さん今日は暑いので水分補給などして待っててくださいね。今日もう一つご紹介したい美味しい食べ物があるんです。それは山形名物玉こんにゃくです。玉こんにゃく、みんなわからない方がほとんどあると思うので、ちょっと簡単に作り方の方からご説明したいと思います。玉こんにゃくは直径3センチの球状こんにゃくを山形のだし醤油で煮込み、そして色味が染み込んだら串に3つ、そしてまたは4つ刺して、そして最後にお好みでからしをつければ山形名物玉こんにゃくの出来上がり。あ、すいません、ちょっと文字が結構ちっちゃくなってるので、後ろの方、見えない方いたらぜひこのライブ後に物販があるので、ぜひそちらの方にいらしてください。そして玉こんにゃくは地域のお祭り、あ、山形の地域のお祭りや学校の遠足、スーパーでも売られている山形県ミニホバソウルフードと呼ばれています。山形県はなので、なんとこんにゃくの消費量が1位なんです。あ、日本で1位なんです。山形市の家庭では年間約10キロものこんにゃくを食べられると言われています。玉こんにゃくの他にも山形名物芋煮というのがあって、そちらの方でも大量のこんにゃくを使うので、全部含めるとこんにゃくの消費量が1位なんです。ぜひ皆さん山形さ玉こんにゃくを食べに来てケロな。持ってきてるんです。皆さん見てみたくないですか？あ、ありがとうございます。いきますよ。じゃ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 ん、じゃん。これは袋の中です。今から出します。じゃ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 ん。これが実際の玉こんにゃくです。プルプルしてて美味しそうだべ。どうですか皆さん、食べてみたくなったべが。ぜひ山形さ玉こんにゃく食べに遊びに来てくださいね。はい、これでハッシュタグ七耳の山形土産の紹介終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。しまいます。玉こんにゃくポケットにしまいます。はい、それでは次の準備をしてくるので、皆さんちょっと水分補給とか汗とか拭いてね、待っててください。この曲はサビの部分でぐるぐる私が手を回す部分があるので、皆さんぜひタオルをお持ちの方は頭の上でブン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 振って一緒に盛り上がりましょう。そして2曲目にお送りする心の軸は私が作詞させていただいた曲で、いっぱい思いが詰まった曲になっています。皆さんえいえいおーっていうところがあるんですが、一緒に拳を高く上げて大きな声でえいを言って、一緒に最後ラスト盛り上がってくれると嬉しいです。それでは聴いてください。ビッグビートマドリガル。
たも明後日も大切だろうと思えた。自分が一生上がらない頭の中を描くんだよ。自分自身も何になる目は見えない森に閉じ込められて、誰か捨てたんよ解き放たれるチャンスは諦めていないのに、心揺らすような、たまに自分を変える、足りない明日がつなげたる消えゆく喫茶顔を振り払うように歌おう、騒ごう、踊ろう、叫ぼう、嘘ばかりの夢が僕らを悩ますハリネズミのジレンマ、やばい時代とありえない、仕掛けられた浮気のナイフ、拾う手前もわからない、暗闇の中一人一人の重ねて、この手を先伸ばして、私を探す人がいるのに、こうだけなんていくたくる届かないような、そんな刺激に言うてくる、足りない今も近くにある、希望の朝どこかで届けるように、歌おう、騒ごう、踊ろう、叫ぼう、土砂降りの雨の中、片方になって
ハッシュタグ7ってつけました。なるほど。ってことはハッシュタグ7
のミミさんみたいなことですね。そうですね。ということで大丈夫なんですね。はい。はい、どうなんですか、一人でこのね、ライブをやるっていうのがすごいなと思うんですけど、ね、はい、なんか、だって失敗しても全部自分のせいですもんね。唯一いいのはダンスをミスってもバレないというところあるかもしれませんが、そうですね、間違えてもねえだからなとかなったり、一人だと心細くないですか。いや、めっちゃ心細いですし、なんか、うん、本当になんかいいなグループってって思いますし、いやなんか本当になんだろう、ズーンって落ち込むときはめっちゃ落ち込みます。でもなんかすごい明るい感じのねステージもそうですけども、で最後の曲、はい、心の軸、自分で作詞されたんですよね、はい、そうです。めちゃくちゃなんかあの耳に残る AAO がめっちゃ耳に残る楽曲だなと思って聞いたんですけど、ありがとうございます。で皆さんと、はい、毎日やっぱりいろんなことがあって、うん、苦しいこととか悲しいこととかやりきれないこととか私もいっぱいあったんですけど、うん、そんな時にこうやって AAO ってこの曲にして明日も頑張ろうと思う活力になったらいいなと。いやでも、はい、いやこれあれですか、 CD になってて例えばこの後物販で買えるとかもあるんですか。はい、買えます。はい、じゃちょっと気になった方はぜひ買っていただければなと思います。よろしくお願いします。どこで待ってます。いや日頃山形、ちょっと山形でライブとかをやってるってことですか。はい、そうですね、山形だったりあと県外の仙台とか新潟とかだったりあと東京に出てくることもあるので。東京でライブやるときもたまにある。 あります。あ、じゃあちょっと東京のお客さんも見に行こうと思ったら行けるチャンスがあるということでございますね。はい、お待ちしてます。はい、ちょっと相当素敵な、ねライブでございましたけども、最後ちょっとせっかくでございますから、あの山形の方言でなんかありがとうございました的なことって言えます。はい、やはどうしよう、じゃあ米沢の方言で、はい、はい、ありがとうっていう意味で米沢の方言で、皆さん今日はお正しな押し押しなぁ、はい、かわいい方言でございました。ということで本日3組目、山形県山形により発出たくならミミさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいや、声がね素敵な方でございます。